ウェールズカムリー・ウェールズ国の標語、カムリー・エイエム・ビス、ウェールズよ、永遠なる国家、我が不その土地一イギリス構成国中、第三位にイギリス構成国中、第三位ウェールズのヘラルディックバッジ。ウェールズの守護聖人である聖デイビッド及びウェールズ、そのものを象徴するリ益キが描かれている。ウェールズは、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国を構成する四つの国の一つである。 ウェールズはグレートブリテン島の南西に位置し、南にブリストル海峡を、東にイングランド、西と北にはアイリッシュ海が存在する。かつて石炭を代表とする豊富な地下資源を産出し、イギリスの産業革命を支えた歴史を持つ。カーディフ城詳細は、ウェールズの歴史を参照ウェールズのブリトン系住民はローマ帝国の支配を受けたが、 アングロサクソン民族に征服されたわけではなかった。イギリスのアーサー王伝説はアングロサクソンに抵抗したブリトン人の王の物語とされる。中世には小部族国家が軍立し、やがてグイネズ王国、ポーイス王国、デヒューバース王国などの地方王権が形成された。13世紀中央にグイネズオールウェリン・アップ・グリフィズがウェールズのほとんどの領域を支配下に収めるなど、 幾度か一時的な政治的統一がなされるが、イングランドのような向上的な統一王権が確立されることはなく、実態としては、リズラン法典に従うマナー化診断による統治であった。伝統的にウェールズは侵略者に対して、頑強な抵抗を示し続けている。1六十六年に征服王ギオームがイングランドを征服したが、ノルマン朝によるウェールズへの侵略、植民政策は、 ウェールズ南東部を除いて、恒久的な成功とはならなかった。以降も、イングランドから度重なる侵略を受け続けたが、その都度跳ね返して、独立を守ってきた。1258年に、ウェールズの事実上の統治者、グーイン・ネッツ・オールウェリン・アップ・グリフィズが、ウェールズ大公を名乗り、ウェールズ公国が成立した。しかし、イングランドからの圧力に加えて、ウェールズ内部での権力闘争の激化。 オックスフォード上皇以降のンロー支配によって、ウェールズは弱体化していき、徐々にイングランドに侵入せざるを得なくなった。1282年、ルウェリン・アップ・グリフィズが、イングランド王エドワード一世に敗れてからは、ウェールズはイングランドに占領され、その支配下に置かれる、こととなった。ウェールズは、イングランドの一地方となり、このような過程を経てウェールズはイングランドに征服され、 その統治を受けることになったが、このことが逆に、ウェールズ人の民族意識を強めた。ウェールズ人は堅くなに、イングランドとの同化を拒み続け、この地に植民した、異民族のほとんどはことごとく、ウェールズ人化していったという。イングランドの中にあっても、ウェールズの長久隊は、強力な戦力として、なおはせ、イングランド王の軍勢にとって欠かせない戦力となった。バラ戦争の際には、 ウェールズはその清掃争奪の舞台になり、1485年のボズワースの戦いで勝利したリッチモンド博がヘンリー7世として即位し、ウェールズ人のウェールズ大公の決闘から出て、イングランド王家に収まった。後世のチューダー家に至っては、1536年の合同法によるウェールズ統合により、単一国家、イングランド王国あるいは、イングランド及び、ウェールズ都市、 この王朝の家臣団では、ウェールズ人が重要な地位を占めた。こうした経緯から、ウェールズ人は、同王朝のヘンリーパス生からエリザベス一世までの、国王が推進したイングランド国境界創設などに、協力的な姿勢を見せることになったのである。三王国戦争も参照クロムウェルによる、独裁の後は、政治的に力を落としたものの、 ウェールズ人としてのアイデンティティは失われることはなく21世紀になった現在でも非常に強いと言われている。ウェールズは13世紀に公国を形成した。が、ウェールズ公国は同じ世紀の末にイングランドの統治下に入った。以来、次期イングランド王となるべき最年長の王子がプリンス・オブ・ウェールズとして体感するのが習わしとなっている。ウェールズは 1536年の合同法による統合から長らく単一の国であるイングランド王国、あるいはイングランド及びウェールズの一部として扱われ、連合王国の中でもスコットランドや北アイルランドと事情が異なった。イギリスの国旗にウェールズの国旗だけが含まれていないのはそういう事情がある。1997年。 ウェールズ国民議会の設置に関する住民投票が行われ、ウェールズ議会の設置が決定。1999年に第1回選挙が行われた。議員は任期4年で定数60名、小選挙区比例代表併用制によって選出される。限定的ではあるが、立法権を有する。2011年選挙における各党の議席数は以下の通り、 ウェールズの地方行政区画も参照ウェールズの地方行政は1996年4月1日以降22の単一行政体に分かれておりその内訳は九州、三市、中州区となる行政体間の関係は対等であり上下の関係はない番号は地図中に対応括弧内はウェールズ後1974年の1996年の 行政区画スノードンザン・ウェールズは、ロンドンの西方およそ2 0 0キロメートルに位置し、アイルランドと海を隔て、リバプール湾、カーデガン湾、ブリストル海峡に囲まれる。国土の大部分は山地で南北にカンブリア山脈が走る。その名前はウェールズの古名で、地質時代の古生代カンブリア紀にも名付けられた。さらに、 この地域を調査した地質学者が部族名から、オルドビスキとシルルキも命名した。北のスノードニア国立公園には最高峰、スノードン山がそびえる。国立公園であるスノードニア、ブレコンビーコン、ペンブルックシャー海岸がある、ゴアー半島、ペンブルックシャー海岸等のある、カーデガン湾は、風光明媚で、遺産海岸に指定されているが、大西洋に面する海岸は、 数多くのナンパ船を出している。主な都市はカーディフ、スーンジ、レックサム、ニューポートなどである。ウェールズは18世紀に工業が発達し、埋蔵されていた石炭、銅、鉄、銀、鉛、金、年番岩を産出した。19世紀後半から工業と金属工学はウェールズの経済において主要なものになり、 ウェールズの南部と東北の工業地域の景観と社会は変化した。かつて、ウェールズ地方南部は世界最大の石炭の輸出地域で20世紀、前半の最盛期には600以上の炭鉱で約20万人が働いていた。その後、石炭から石油へのエネルギー革命で石炭産業は衰退し、南部を中心に立地した各種重工業がウェールズ経済を支えた。 1970年代にウェールズは伝統的な重工業から軽工業あるいはサービス業へと大きく転換することになった。外国企業の誘致に成功したが、新しい産業の多くは本質的に分工場としての役割であり、流れ作業で熟練を必要としないものであった。ウェールズは人口などの経済的な絶対量は低く、またカーディフは イギリスの他の都市リーズマンチェスターブリストルや小国の首都であるダブリンコペンハーゲンヘルシンキなどよりも小さく、ウェールズには大都市と呼べる街がない。にもかかわらず金融や研究開発の分野を発展させ、付加価値の高い雇用を生み出した。イギリスの他の地域と比べて、ウェールズの人口あたりの経済的な成果は低い。2002年では、イギリス平均の80%。 EU25 カ国平均の90%であった。ただし、生活に必要なコストが地域によって異なることに注意が必要である。イギリスの地域と実際の生活水準の差は大きくない。2002年のウェールズの GDP は260億ポンド、一人当たり12,651ポンドである。2006年の時点で失業率は5.7%で、 イギリス全体の平均より高いが EU の平均よりは低い値である。ウェールズの大部分の土壌は貧しく工作には適さない。ため、農業の中心は伝統的に牧畜である。独特な文化と同様にウェールズの景観は多くの観光客を引きつけている。観光は田園地域の経済において特に重要な位置づけであり、 三箇所が国立公園として保護されている。ポートタルボット製鉄所は南ウェールズで最後まで残った重工業の施設の一つである。18世紀半ばまでウェールズの経済発展は山岳地帯を中心とする地形的要因、まばらな人口、通信手段が乏しいこともあり抑制されていた。最も先進的だった地域は小さな沿岸部の港でブリストルやリバプールと 定期的な交流があった。18世紀半ばから産業開発が進みウェールズの豊富な地下資源が活用され産業革命を支えた。1900年代初頭の爆発的な成長は1920年代には経済的に困難に直面して相変わらず古い重工業に依存していたが、イギリスのより豊かになる蛍光業分野が成長した。 1970年代ウェールズは伝統的な重工業を軽工業とサービス産業に転換した。公共の医療機関として NHS ウェールズウェールズがある。1946年のナショナルヘルスサービスアクト1946によって設立された。9万人のスタッフを要し、ウェールズ最大の雇用種である。カーディフ空港は ウェールズで唯一の大規模な空港であり、カーディフの市街の中心から南西12マイルのベール・オブ・グラモーガンに位置する。イギリス国内及びヨーロッパのいくつかの都市を結んでいる。ウェールズの鉄道はカーディフ中央駅をネットワークの中心として国中に広がっている。ウェールズ議会が鉄道網の監督をしている。旅客鉄道会社としてはウェールズ全域を運行する。 トランスポートフォー、ウェールズレールサービスのほかアバンティウェストコーストが北部からロンドンへ、グレートウェスタンレールウェイ、クロスカントリーが南部に乗り入れている。ウェールズの南部では、M4 高速道路が海岸沿いにカーディフニューポートスウンジなどの都市をつなぎ、イングランドのロンドンまで続いている。M4 高速道路のセバーン橋から終点までのウェールズ側の部分は、 ウェールズ議会の管轄である。同様に北部では A55 道路がホーリーヘッド、バンガーコンビなどを結んで海岸沿いにイングランドのチェスターへと通じている。同じくホーリーヘッドからは古くアイルランドとロンドンを結ぶ街道として作られた A5 道路がバンガーから山間部を抜けイングランドのシュルーズベリーなどを経てロンドンへと向かっている。 ウェールズの南北を結ぶ主要な道路としては、カーディフとスランディドヌをつなぐ A470 道路がある。詳細は、イギリスの教育ウェールズの教育制度を、参照詳細は、ウェールズ人及び EN、ウェルシュピープルを参照現在のウェールズでは、ウェールズ語は英語と並んで公用語とされる。道路標識や公文書は、2カ国語で表記されている。 例えば、イングランドから鉄道、または自動車でウェールズに入ると、国境付近に設置された看板には、2カ国語で、ウェルカムツーウェールズ、クリソット・アイ・カムリーと書いてある。南部ではあまり話されないが、中北部では日常的に話される地域が多い。ただし、方言の差異が大きく、北に行くほど古い由緒正しい形を残している傾向がある。特に、 ウェールズ最高峰であるスノードン山付近のグーインズ地方でウェールズ語の話者が多い。この地域では子供たちが英語を習うのは小学校に入学してからのことであり、それまでは一般に家族や近隣の友達とウェールズ語で会話している。2001年現在、ウェールズ人前、ウェールズにおいてウェールズ語を話す人口の割合は20世紀以降、著しく減少しているが、 人口増加により、ウェールズ語を話す人の絶対数は減少傾向が止まり、微増になっている。その主な理由は、小中学校でウェールズ語教育が実施されていることと、ウェールズ語による TV プログラムが放送されていることによる。北部と西部では、ウェールズ語は第一言語として話され、英語は第二言語である。ウェールズの人口の21.7%が、 ウェールズ語の読み、または書きができ、16%だけが支障をきたすが会話、読み書きできる。詳細は、ウェールズのスポーツを参照ミレニアムスタジアムウェールズで人気のあるスポーツはサッカーとラグビーである。中でもラグビーの人気は凄まじく、ウェールズ人にとってアイデンティティの一部と言われるほど、ラグビーウェールズ代表は世界的な競合として、 なおはせており、ウェールズ人の誇りとなっている。ラグビーウェールズ代表として参加する大会として、ラグビーワールドカップとシックスネーションズがある。クラブレベルは、ウェールズ、アイルランド、スコットランド及び、イタリアの4カ国合同で行われるリーグ戦、プロ12、ウェールズ・イングランドによるカップ戦、アングロウェルシカップ、ヨーロッパの覇権を争う大会ハイネケンカップがある。ラグビーは、 ウェールズラグビー協会、サッカーは世界で3番目に古いウェールズサッカー協会が管轄している。イギリスを構成する4つの国、ウェールズ、スコットランド、北、アイルランド、イングランドは、FIFA フフワールドカップ、ラグビーワールドカップ、コモンウェルスゲームズのような世界大会、UEFA ユーロといったヨーロッパ州での国際大会へは各自個別に参加している。一方、オリンピックへは、 各自己別に参加せず、イギリス代表として合同参加している。ウェールズにはスヌーカーの世界クラスのプレイヤー、テリー・グリフィス、マーク・ウィリアムズ、マシュー・スティーブンスがいる。スヌーカーのアマチュア選手のレベルも高い。また、デコボコしている地形がラリー走行に向いており、世界ラリー選手権の最終戦の開催地でもある。アイスホッケーのカーディフ・デビルズはかつて、 イギリス全体で活躍した。ボクシングでは、スーパーミドル級の WBA、WBC、WBO 世界チャンピオン、ジョー・カルザゲは、ウェールズとイタリアのハーフである。エンゾ・マカリネリはクルーザー級の WBO、WBU 世界チャンピオンである。会1では2人のドライバーを輩出している。カズトは1967年のイギリスグランプリで1位の、 ジム・クラークに4週遅れの9位に入ったアラン・リーズ。もう一人は1974年から1977年の間に3位に2度、ポールポジションを1度獲得したトム・プライスである。世界ラリー選手権では、1996年のドライバーズチャンピオンであるコリン・マクレーの子ドライバーを務めたニッキー・イグリストと2003年のドライバーズチャンピオンであるペター・ソルベルグの子ドライバーを めたフィルミルミズがいるウェールズは、歌の国と言われ特に、ハープ奏者や男性性化隊、そしてトム・ジョーンズ、シャルロット・チャーチ、メリー・ホープキン、キャサリン・ジェンキンス、アレット・ジョーンズ、ボニー・タイラー、ダフィー、ブリンター・フェルなどのソロミュージシャンが有名である。バンドでは、マニック・ストリート・プリーチャーズ、ステレオ・ホニックス、フィーダー、スーパー、ファーリー・アニマルズ、ロスト・プロフェクツ、 フューネラル・フォー・ア・フレンド、ブレッド・フォー・マイ・バレンタイン、ロス・キャンペシーノス、ゴー・キーズ・サイゴ・ティック・マンキ等が有名である。ウェールズにはナショナル、アイス・テズ・ボッドという音楽と詩の祭典がある。これは一年に一度、毎年異なる街が持ち回りで開催している。スランゴスレンで行われる、スランゴスレン国際芸術祭は、アイス・テズ・ボッドに習ったものであるが、世界中のミュージシャンが参加している。 森林や湖、丘陵、海岸などの豊かな自然が残っている。面積の約20%が国立公園に指定されている。日本都市名、リージョン、カウンティ、カテゴリー、ウェールズの人物も参照公式その他。ありがとうございます。